なんでしょうかね、これ。あ、ゾログですね。ゾログと立ってるは、なんでしょうね。なんか体が透過されてるっぽいんで、後でわかりそうですね、これは。いや、ゾログ来ましたね。いや、かっこよかったです。今日、切り抜き動画を上げましたけどね、ゾログ。あ、カバンダさんか。カバンダか、立ってるって。カバンダね。カバンダの、あのエノキダの顔になってるってことね。立ってる。エノキダの顔になってるのね、あれがね。さあ、三刀流ゾログ奥義。さあ、ティアキン対決が始まってしまったと。さあ、一体どちらが。マントがピクピクしてるゾログ。さあ、後ろは取りました。さあ、一体どちらが動き始めるのか。ちゃんと三刀流ですね。さあ、回っています。背後を取るか。いや、回って仕掛けてるか。かわしていく。後ろを取っていく。そこに当たり判定がでかいタイプなんですね、カバンダは。当たり判定結構でかいですね。見えてる以上に当たり判定がでかいタイプかもしれない。一体服を着てるはずなのにどこに当たっているんだ。さあ、三刀流ゾログ、ガタイがでかい。ほぼ緑です。さあ、砕いて。カバンダの看板が強すぎる。はね、あの看板を支え合った仲なんですけれどね。さあ、端からやってなんていいバトルを繰り広げてるんだ。この男たち、世間ではスト6が盛り上がってる中、やっぱ時代は同じ6だろ。ソウルキャリバー6盛り上がっていく。あ、いいバトル、なんていいバトルを盛り、あ、もう時間を止めて押し込めるか。押し込んだー。激アツだー。激アツすぎる。なんだこの逆転勝利。00秒の逆転勝利。あちー。激アツすぎる。カバンダ決めました。いや、マジかよ、激アツやん。いや、これがスト6ですか。まるでカツオゲームやん。三刀流ゾログ、満足狩りのゾログ、最後に愛の戦士という満足を買ったゾログ。さあ、カバンダを満足とみなし、連続で攻めていく。さあ、ね、ここね、あの崖があるんでね、あのどんなに有利な状況からでも落下しがあるのが怖いが、綺麗に決めてきたゾログが。あ、いや、ここね、一対一ですね。さあ、これで決まります。ティアキン対決。倒れたら許されざることなんだよな。倒れてはいけない、決して。さあ、隙のない構え。ゾログもどこから攻めようか迷っております。あ、普通に投げ投げ。顔のパーツが破壊された時どうなるのかちょっと気になりますよね。あ、許されざることが起きてしまいました。看板が、許されざることが起きてしまった。看板が。さあ、投げ技決めて、連撃がすごい。崖端。さあ、必殺技はゾログの方、三刀流。ただ銃も使っていく。確かに銃を持っていた。大砲を射出していました。さあ、いいバトル広げられていく。リバサルチ。さあ、ここはカバンダが決めてきた。もはやカバンダでも何でもない男。さあ、ゾログ切り伏せましたね。はい、ありがとうございました。まさかのティアキンバトルでしたね。ティアキンバトルと言っていいのかわからないけど、ティアキンバトルでしたね。はーい。ありがとうございました。